ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、ちょっと相談なんだけど。その入り方は、なんだか怖いぜ。どうしたんだ？数日間、テレビを占領させてほしいの。思ってたより、重大じゃなかったぜ。私はパソコンで YouTube でも見ておくから、別に構わないけど。何をそんなに見るんだ？私今、大河ドラマにハマっているのよ。それで DVD を大量に借りてきたから、一気に見ようと思って。へえ、それなら私も一緒に見ようかな。一緒に見るのも良いわね。大河ドラマって、歴史の勉強にもなりそうだし。それはちょっと。歴史の勉強のために見るのは、おすすめできないぜ。え？どうして？大河ドラマなんて、ほとんど創作つまり、ほとんど嘘だからな。え？実話を元にしたフィクション、みたいなことじゃないの？ほとんど嘘なの？最近じゃ、学校の教科書に書いてあるような史実も、少しずつ見直されてきてるくらいだぜ。そんな。それじゃあ今日は、本当は実在しない大嘘な雑学を、歴史的に有名なエピソードをテーマにして10個、解説していくぜ。ゆっくりしていってね。まず一つ目は、坂本龍馬についての雑学だ。坂本龍馬は、実は全く活躍してない雑魚だったんだぜ。嘘でしょ？坂本龍馬って、誰もが知ってる武士でしょ。それなのに、雑魚？教科書からも龍馬の名は、危うく消えるところだったくらいだぜ。一般的に知られている龍馬像と、実際はそんなに違うっていうのね。ああ。例えば、薩長同盟だな。龍馬は、憎み合っていた敵同士の薩摩と長州が手を組んだ薩長同盟において、実際には重要な役割は、担っていないんだぜ。え？坂本龍馬といえば、まず最初に浮かぶのが薩長同盟での業績なのに、いがみ合っていた両藩の仲を取り持つために、龍馬が奔走して、交渉が進まない中で西郷さん、なんとかしてくれよって頼んで、西郷隆盛が分かったって応じるなんて、小説の世界の話だぜ。あれは完全なフィクションだったのね。そうだな。歴史学の視点からは、完全に間違ってるぞ。そもそも西郷はあの当時、流刑地となっていた島から薩摩に戻ったばかりで、藩の決定権なんて、なかったからな。龍馬だけじゃなくて、西郷隆盛の言動まで違うの？実際には、薩摩藩の家老である小松立脇が、薩長同盟の締結において、決定的な役割を果たしたと考えられてるぞ。そうだったのね。じゃあ、大政奉還は？大政奉還も、龍馬といえばって感じでしょ？さすがに大政奉還では、活躍してたわよね。いや残念ながら、大政奉還でも龍馬は何もしてないぞ。そんな信じたくない。龍馬が書いたとされた戦中八策っていう、明治政府の基本方針である五箇条の五正門に繋がったとされていた文章は、勝海舟や佐久間昌山、あるいは横井湘南から教わったことを、まとめただけの話だぜ。つまり、龍馬のオリジナリティはどこにもないってこと？そうなるな。それじゃあどうして、一般的に知られているような、坂本龍馬像が作り上げられたのかしら？坂本龍馬が幕末に大活躍したというイメージが世間に広まっているのは、司馬遼太郎の龍馬が行くを読んだり、それこそ大河ドラマを見たりして、それが全て事実だと思い込んでしまった人が、多いからだろうな。なるほど。それにしても、あまりに違いすぎてショックだわ。心中察するぜ。さて二つ目の雑学は、聖徳太子についてだ。聖徳太子といえば、10人の話を一斉に聞いたっていう逸話が有名よね。すごく言いにくいんだけどそれは、嘘だぜ。え？あの話、嘘なの？じゃあ、二つ目に解説してくれる雑学は、聖徳太子が10人の話を一斉に聞いたっていうのは嘘って話？いや、聖徳太子にまつわる嘘の雑学は、まだ他にもあるんだ。坂本龍馬に引き続き、ショックを受けること確定だわ。まず、10人の話を一斉に聞いたっていうのは、はっきり嘘と言い切るのは少し違う気もするけど、要は、意味の捉え違いというか、巡り巡ってそういう話になっていったんだよ。つまり、どういうこと？実際には、10人の話を一人ずつ順に聞いた上で、それぞれに対し明快な回答を行ったっていうのが、正しいんだ。なるほど、それじゃあ、解決自体はしてくれたのね。ちょっとほっとしたわ。まあ、だいぶ違う意味になったけどな。聖徳太子は、その存在さえも否定されるような説まであったんだぜ。え？そうなの？でも今の話を聞く限り、いたってことで良いのよね？これも少し、意味の捉え方の違いみたいな話になるんだけど、私たちが聖徳太子と呼んでいる人物は、確かにいたぞ。でも、聖徳太子は本名ではないんだ。あ、それは知ってるわよ。なんか、お馬さんみたいな名前でしょ？馬屋道だぜ。そんな曖昧な記憶で言えたことを、もはや尊敬するぜ。お馬さんみたいな名前で合ってるじゃない。いやちょっと無理があるような。話を戻すぜ。聖徳太子っていう名前は、馬屋道の功績を称える人々が、後世になってから送った名前だぜ。
この馬屋道は実在の人物だから、聖徳太子もいたってことになるな。なるほど。でもそれだけで、聖徳太子はいなかったって話になるのは、あまりにも横暴な解釈な気がするんだけど。鋭いな。聖徳太子の存在が否定されるには、他にも理由があったぞ。確かに馬屋道はいたけど、歴史の教科書に載っているような活躍を、実際にしたかっていうと、話は別だぜ。え、そうなの？聖徳太子の行ったとされる実績は、漢字十二回の制定、憲法十七条の制定、国史編纂、遣隋使の派遣、仏教交流。こうして例を挙げるだけで、かなり膨大だろ？冷静に考えて、これらを一人の人物が全てやるのは、無理な話だぜ。まあ、確かにそうだけど、でもその無理をやっちゃうから、伝説になるってもんでしょ？まあ、霊夢がそう言いたい気持ちもわかるけど、例えば、憲法十七条も漢字十二回も、聖徳太子が主体として、確実に関与していたっていう、証拠はないんだ。ただ、政治の中枢にいたことは確かだから、全く無関与だったとも、言えないんだけどな。まだまだ謎の多い人物なのね。でもひとまず、存在自体はあって安心したわ。さて、次に三つ目に解説するのは、敵に死を送るという言葉の本質についてだ。果たしてこれは美談だったのか、って話だな。その言い方、絶対美談じゃないわね。あ、すまない。念のため、敵に死を送るっていう古語について簡単に説明すると、海に面していない甲斐の武田信玄に対して、周辺の大名が塩の輸出を停止して、大名らは甲斐の宿敵である越後にも声をかけたんだ。だけど越後の上杉謙信は、その誘いに乗ることなく、武田領へ塩を送ったっていう逸話だな。それが美談じゃないって言いたいのね。というか、これもエピソード自体を否定する声も、多いからな。事実は逆で、謙信はこの機に乗じて高値で売りつけたなんて説もあるぜ。実際のところは、何が真実なの？答えは、逸話の出典資料を探ってみると、意外なほどあっさりと書かれてるぜ。まず前提として、古語の敵に死を送ると、逸話の死を送りを別のものとして見てみると、死を送りの逸話は、徳川時代の近世から明治昭和の近現代まで、どの資料でも一貫しているんだ。へえ、じゃあ、信憑性があるってことね。どんな逸話なの？謙信は、長年の宿敵である信玄に、私は弓矢で戦うことこそ本分だと思うので、汐留には参加しない。だから、いくらでも越後から輸入するといい。決して高値にしないよう商人にも厳命しておくと手紙を送った。っていう、内容が記されているんだぜ。この内容は、どの編纂資料でも一致しているぞ。つまり、謙信は無償で塩を大量に送ってはいないけど、逆に高値で売りつけたりもしていないのね。それどころか、定価を減資させるとも伝えているみたいだからな。なんだかんだ、上杉謙信って良いやつね。どこ目線なんだよ。そういうわけで、無償で塩を送ったっていう美談は間違いだけど、多くの人間たちが武田信玄へ塩の輸出をやめた中で、上杉謙信はそれをしなかった、っていうのが事実だぜ。さて、四つ目は佐々木小次郎と宮本武蔵の逸話についてだ。その二人の名前が上がるってことは、巌流島の決闘の話ね。有名な戦いよね。あれ？でも、どっちが勝ったんだっけ？どっちが勝った、か。そうだな、負けたのは小次郎の方だけど。どういう意味？負けたのが小次郎なら、勝ったのは武蔵でしょ？小次郎と武蔵、二人だけの戦いであれば、間違いなく勝ったのは武蔵だ。でも小次郎にとどめを刺したのは、武蔵じゃないんだよ。え？それじゃあ、一体誰が？武蔵にやられた小次郎は、脳震盪を起こして気を失ったけど、しばらくして息を吹き返したんだ。それに、師匠の果たし合いの現場を見にやってきた武蔵の弟子たちが、気づいたんだぜ。それじゃあ、まさか？ああ。これは大変だと思って、その弟子が小次郎にとどめを刺したんだぜ。そんな信じたくないわ。そもそも、巌流島の決闘のイメージは、小説家の吉川英治が書いた、宮本武蔵っていう小説の内容から定着したんだ。そして、この小説の原資料となったのは、二天気っていう伝記なんだけど、この伝記は、実は宮本武蔵が亡くなってから、100年以上も後に書かれたものだったんだぜ。亡くなってから、100年以上も後に書かれた伝記を元に書いた小説なら、事実とかなりかけ離れていても、無理はないわね。5つ目に解説するのは、長篠の戦いについてだぜ。長篠の戦いって言うと、霊夢は何を思い浮かべる？そうね、まずはやっぱり、織田信長よね。じゃあ、戦法とかはわかるか？鉄砲三段撃ちとか？おお、よく知ってるじゃないか。長篠の戦いは、織田信長が三段撃ちの鉄砲隊を率いて、武田家二代目の武田勝頼の率いる、騎馬隊に挑んだ戦いだけど、実は三段撃ちの鉄砲隊も、武田軍の騎馬隊も存在しないぜ。三段撃ちの鉄砲隊も、武田軍の騎馬隊も、嘘なの？まずは武田軍の騎馬隊について解説するぞ。
当時の日本の馬は、かなりの小型サイズだったんだ。サラブレッドの抵抗が160センチくらいなのに対して、日本馬の抵抗は120センチ程度だな。そんな小柄な馬に、鎧と兜を着た武将が乗って駆け回るなんて耐えられると思うか？確かに、それは無理な話ね。だよな。この頃の馬の役割は、移動と指揮命令所だ。ほとんどの武将は、戦場まで移動した後、下馬して戦っていたぞ。じゃあ騎馬隊の存在は、どこから生まれたのかしら？それは、江戸時代に書かれた保安新潮記だぜ。この本は、織田信長の家臣である太田隆一によって書かれた、織田信長の一代記新潮後期をベースに書かれた、歴史小説なんだ。つまりは、創作ってこと？そうなるな。実はこの保安新潮記に、三段打ち鉄砲隊についても書かれているんだ。じゃあ、三段打ち鉄砲隊も創作なのね？ああ。織田信長が考えて、戦国時代の戦い方を変えたとされる三段打ち鉄砲隊も、保安新潮記の中で創作されたものだぜ。新潮後期には、織田信長が用意した鉄砲は1000丁と書かれていたけど、創作において、それを3倍の数にしたんだ。数は多い方が、スケールが大きい感じがするものね。ただ、3000丁の鉄砲が一斉に射撃されるっていう状況も、ちょっと考えづらいんだよな。3000丁も鉄砲を並べるところなんて、普通に考えたらまずないんだ。そっか、数が増えたら、場所もその分取るものね。そもそも、3000丁の鉄砲の前に、敵が一斉に出てくるのかって話だぜ。確かに、そこで思いついたのが、1000丁の鉄砲を3回転させるアイデアだったんだぜ。なるほど。ただ、ここでも問題があるんだ。この当時の鉄砲は、火縄銃と言われるものだけど、かなりの重量があったぞ。仮に3回転して射撃をするとしても、かなり短い間隔で撃つことになったはずだぜ。撃っては鉄砲を持って、後ろに移動を繰り返す、想像してみてくれ。それは、かなりの重労働ね。すぐにヘトヘトになっちゃうわ。その通り。急回転もしたら、ヘトヘトになってしまうという実験結果もあるぞ。長篠の戦いは、明け方から昼過ぎまで、およそ8時間くらいの戦闘時間であったとされているからな。8時間も？そんなの絶対無理だわ。それが答えだぜ。ちなみに対する武田軍は、500丁ほどの鉄砲を用意していたみたいだぜ。さて、6つ目はマゼランの世界一周についてだぜ。つまりそれが嘘だったのね。これは少し、意味の捉え方に問題があってだな。ここまでの話を聞いてると、少しっていうのも怪しいわね。その気持ちはよくわかるぜ。世界一周を達成したとして知られる、大航海時代のポルトガルの探検家マゼランだけど、フィリピン諸島で戦死していて、霊夢の察した通り、世界一周を果たしてはいないんだ。やっぱりそれが嘘なのね。実際に世界一周を達成したのは、マゼランが司令官を務めていた、スペイン艦隊の乗務員だぜ。へえ、身近に世界一周を達成した人はいたのね。ああ。だからこそ、マゼランが世界一周を達成したっていう話が、後世に語り継がれることになったんだぜ。どういうこと？人類初の世界一周航海を達成したそのスペイン艦隊は、マゼランの艦隊として後世に名を残すことになったんだ。そういうこと？つまり、マゼラン一行の船っていう意味だったのね。その通りだぜ。それは誤解が起きても仕方ないような気がするわ。ちなみに航海者マゼランの名にちなんで、マゼラン海峡のほか、マゼラン星雲やマゼランペンギン、宇宙探査機マゼランなんかの多くのものが、名付けられることになったぜ。マゼランがすごいことをした航海者ってことには、違いないみたいね。まあ一説によると、マゼランは乗務員たちから嫌われてたみたいだけどな。それは知りたくなかったわ。あ、ごめん。気を取り直して、7つ目はガリレオにまつわる嘘の逸話を解説するぜ。ガリレオの名言は知ってるか？実に面白いでしょ？それはドラマのガリレオシリーズで、湯川が言うセリフだろ。しかもそれ、原作だと実に面白いなって一度言っただけで、口癖みたいに何度も言ってないぞ。そうだったの？私、ドラマしか見てないから。そのガリレオの話からは離れてくれ。17世紀イタリアの天文学者、ガリレオ・ガリレイの話に戻すぞ。ガリレオが残したとされる名言は、それでも地球は回っているだぜ。あ、聞いたことあるわ。今でこそ地球が回ってることなんて、周知の事実だけど、ガリレオが生きていた当時は、当たり前の話じゃなかったのよね。ああ、だからこそガリレオは、宗教裁判にかけられてしまったんだ。ガリレオの著作天文対話の中で、地動説を広めようとした疑いでな。そんな理由で裁判にかけられたの？魔女裁判なんかもあったような時代だからな。地動説は、異端的な考えとみなされたんだ。そんな宗教裁判の最中、それでも地球は回っていると言ったとされているけど、この言葉は、後世の創作だぜ。今の話を聞く限り、理不尽な裁判に屈せず、自分の説も曲げないって感じで、
放たれた言葉みたいに思えたんだけど、創作なの？まさしく、そういう狙いでドラマチックに描かれた創作だな。ガリレオは実は、生涯で二度も宗教裁判を経験していて、二度とも地動説が原因だったんだけど、一回目の審議では、地動説を、著作の中で仮説として紹介しただけという理由で、無罪放免されているんだ。あれ？地球は回っているっていうどころか、なんとか逃れようとしてる？そうなんだよ。そして2回目の宗教裁判でも同じく、ガリレオは、あれは所詮は仮説ですと言って、何から逃れようとしたんだ。でも今度の審問官たちは、それを許さなかったみたいだぜ。なんとなく想像できるけど、もし有罪になっちゃったら、どうなるの？もし審問官に異端者だと評価されてしまったら、拷問を受けるか、処刑だな。それは逃れたくもなるわよね。最終的にガリレオは萎縮してしまって、それでも地球は回っているっていう名言をつぶやいたどころか、本を書いた時はともかく、今では地動説なんか私は信じていませんと言いなさい。そうすれば命は助けてやるって審問官からの助け舟を出してもらって、ようやく生き延びることができたみたいだぜ。そこまではっきり否定しないといけなかったのね。もし地球は回っているなんて発言してたら、どうなってたことか。ちなみに、回るっていうワード自体は、確かに口にしたらしいけど、過酷な裁判で空腹になって、目が回ると言ったのが正しいみたいだぜ。それは、だいぶ意味が違うわね。さて8個目に解説する嘘の雑学は、ナポレオンについてだぜ。ナポレオンといえば、フランスの革命家よね。まさか、革命を起こしていないなんて言わないわよね。それに比べたら、かなり可愛い嘘だと思うけど、衝撃的ではあると思うぞ。ナポレオンは実は、低身長じゃなかったんだぜ。そうなの？それは衝撃的だわ。低身長でありながら、圧倒的な力を振るっていた、みたいなイメージがあるのに。はっまさか、そういうイメージ戦略のための創作？いや、ナポレオンの身長の話においては、そういうことじゃないんだ。創作ではなくて、勘違いによるものだぜ。勘違い？ナポレオンの身長は検視の結果、イギリスの単位に換算すると5フィートと 6.5 インチで、これをセンチにすると169センチだったんだけど、当時のフランス人男性の平均身長は、164センチだったんだぜ。それじゃあ、ナポレオンは平均以上の身長じゃない。ああ。でもフランスの単位だと、これが5フィート2インチになるんだ。これを現代のフィートとインチに当てはめてセンチに換算した場合は、158.4 センチになってしまうんだぜ。10センチも違うじゃない。それに 158.4 センチなら、低身長って言われてしまうのも無理ないわ。日本の成人女性の平均身長が、157.9 センチだからな。まあそういうわけで勘違いが起こって、ナポレオンの低身長は定着したんだぜ。本人が知ったら、かなり不愉快な勘違いでしょうね。あと、ナポレオンはあらゆるフランス軍兵士に、身長による資格制限を設けていて、直属の近衛隊は170センチ以上、行軍精鋭部隊の敵弾兵たちは、178センチ以上の身長がなければならなかったんだ。178センチって外国人とはいえ、当時にしてはかなりの高身長よね。そんな高身長の兵たちに囲まれていたら、ナポレオンの身長は自然と低く見えてしまうだろ？なるほど、周りと比較してみたら低いから、ナポレオンがそもそも低身長だと錯覚してしまったのね。そういうことだぜ。さて9個目は、原稿に関する雑学を解説するぜ。原稿の言い伝えは、およそ7割も嘘なんだ。7割も？ほとんど嘘ってことになるじゃない。まず、原稿は鎌倉時代末期に、二度にわたってモンゴル軍が、日本に襲来した事件のことだけどそこまでは大丈夫か？なんか、エビフライみたいな名前の人が、フビライハンだな。霊夢の、歴史上の出来事や人物の覚え方が、私は心配で仕方ないぜ。その原稿だけど、そもそも当時の鎌倉幕府に強要があったら、日本はモンゴルに襲われなかったと考えられているんだぜ。え？どういうこと？モンゴルにしてみれば、日本を襲うなんてコスパが悪くて、意味がほとんどないんだ。そうなの？じゃあ、どうして？まず、原稿の前段階でモンゴルから送られてきた国書は、別に日本に対して服属を求めるようなものではなくて、驚くほど丁寧なものだったんだ。でも知力や教養に乏しかった鎌倉の武士たちは、モンゴルの意図を、正しく理解することができなかったんだぜ。もしもそこで、フビライに使いを送って、挨拶の一つでもできていたらと考えると、かなり歴史が変わってたのかしら？そうだと思うぜ。モンゴル側の使者が一人、一年くらい日本に滞在していたんだけど、かえってフビライに報告した内容は、あの国は人は荒くれ者ばかりで、土地は痩せて工作には不向きです。あんなところに兵を送っても割に合いませんので、出兵は不可ですっていうものだったらしいからな。ひどい言われようだけど、それが事実だったんでしょうね。だからフビライをわざわざ激怒させない限り、おそらく攻めてくることはなかったと思うぜ。教養って大事ね。
さて最後に解説する嘘の雑学は、江戸時代の鎖国についてだぜ。それはさすがに、ちゃんと知ってるわよ。ペリー来航と関係があるでしょ？ペルーとかと間違えなくて、安心したぜ。バカにしすぎよ。それで、鎖国がどうしたの？単刀直入に、江戸時代に鎖国してたっていうのは、嘘だぜ。そんな、それこそ嘘でしょ？だって学校の授業でも、じっくり習うところよ。まさに、最近では学校の教科書上でも、大きな修正が加えられているほどなんだぜ。そうなの？かつての教科書には、江戸時代の日本は鎖国していたと明快に書かれていて、貿易は長崎の出島のみを通じて、新東ランダだけに制限していたとか、江戸時代の日本人は世界の情勢に暗く、それがペリーの来航によって慌てふためいた挙句、なんとか幕末維新を成し遂げたという解説が当たり前だったな。私が知ってる歴史もそうよ。でも、長崎を通じて日本の金や銀が大量流出して、それ以前の資源大国日本ではなくなって、江戸の銀相場が、スウェーデンの市場をも動かすほどだったんだぜ。だから経済に関しては、グローバル化に巻き込まれていた部分もあったぞ。そうなの？イメージと違いすぎるわ。江戸後半頃には、西洋の文物も流入して、知識人たちは海外事情をかなりの程度、理解していたくらいだからな。そんな状態を、鎖国と呼ぶのは違和感があるだろ？全く閉じてる感じがしないわ。もちろん、幕府が主導した貿易統制はあったから、近代みたいに国を完全に開いていたわけではないぜ。そこで最近の教科書では、鍵括弧をつけて鎖国って表記したり、いわゆる鎖国とか鎖国と呼ばれる状態って表現にしてるみたいだな。へえ、そうだったのね。ちなみに、そもそも鎖国は不可能だったって説もあるんだけど、江戸幕府初期にはポルトガルとスペインの両国に、来るなと言える実力があったから、その頃には鎖国は可能だったみたいだぜ。その頃にはっていうのが、気になるわね。良いところに目をつけたな。その後、元禄洋乱以降の平和ボケで、国防努力を怠ったから、ペリーが来た時にはまともな軍事力を持っていなかったらしいぜ。だからペリー来航時には、鎖国が不可能になったんだぜ。努力を怠ったら、そうなってしまうのね。さて、本当は実在しない大嘘な雑学10選は、以上だぜ。全くの嘘とか、構成の創作も多かったけど、捉え方の違いで大きく意味が変わっちゃった逸話も多くて、面白かったわ。まあ、変わりすぎにも程があるけどな。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。